川県立音楽堂というところを皮切りに、なかなかでっかい北海道行けないような、岩見沢、旭川というような場所であり、そして、仙台、そして初めて行く福島、長野、そして東京に帰ってきまして、最後は、神戸ですね。西の方はなかなか今回は削れているんですけれども、ちょっと北に攻めてみました。ぜひ、2年ぶりのアコースティックツアーいらしてください。今回はなんかちょっと皆さんにも参加してもらえるようなラッパー募集などもかけております。そういった詳細もぜひご覧になって遊びに来てください。お待ちしております。気にしてティーボーン食えるかってグポン基本挑む女は孤独の皿うきょう気高い景色気分へのチュルラミンレッド喉元へ振り込むピンソーユーキューキュー熱くなる無駄の中樹樹上昇中心パス秘密は素敵誰も知らない料理のミッション秘密は素敵ライブの会場全部言わないと。うわーって。